社長入り。おいで。はーい、まるこさんでーす。はい、まるこさんが僕の上に猫のように乗ってきました。はい、というわけでね、前回のチョコブラ、おっと、まる、今度はどっか行こうと、まるこ。まるさんが逃げようとした。まっちゃん、ちょっと、まっちゃん。しゃ。はい、まるこさん。落ち着いてください。はい、まるね。まるさんも興奮ですよ。まる興奮したな。俺の手を舐めようとしてんだな。まるちょっと待ってくれ。まる落ちよ。はい、わかった。うわぁ舐められちゃった。はい、というわけでこれちょっと諦めて、ですね、前回に引き続き、マイプロテイン、まるすげえ下の、指の、すごいね、まる。はい、まる、指から出してみて。はい、みんなに見せて。はい。はい、前回チョコブラウニー。今回は、なんと、もう名前聞けばみんながもうね、ワクワクするような、ブルーベリーチーズケーキですよ。ブルーベリーチーズケーキですよ。心躍りますよね。はい。ということで、今、溶かしたのがこれです。ブルーベリーチーズケーキ。まるこさんも好きみたいで、まる、お前は飲めないからな。お前タンパク質必要ないだろ。な。今日散歩短かったもんな。今日ね、天気悪かったんで、まるさん散歩短かったんですよ。全然まるさん筋肉壊してないんで、今日は、タンパク質まるさんいらないよ。ね。俺も大して、もう動いてないけど、今日も運動してないけど。とりあえず飲んでみます。ブルーベリーチーズケーキです。よいしょ。こっちの手まるさんに舐められた。まる。まるこ。ほい。おっと、おまるさんが僕の腕にまる、ちょっと落ち着いてくれ。飲めないじゃん。はい、ちょっとじゃ、おっとっと。まるさんが僕のね、顔舐めてきました。はい、じゃあちょっと実食してみます。うん。ああ。あのですね。はっきり言うと、これ飲んだ人おそらく全員思うんじゃないですかね。ブルーベリーチーズケーキじゃないですよ。少なくてもブルーベリーじゃないと思います。僕の味覚がちょっとおかしいかもしれないですけど。マルどう思うこの匂い。マルコどう思う。ああ、マルコもそう言ってますね。あの、イチゴですね。まあ、色も、ほら、イチゴっぽいですよね。うん。うん。ブルーベリーチーズケーキではないです。これ、ちょっとマイプロテインさん、詐欺じゃないですかね。詐欺ですよね、これ。ちょっとガチレビューさせてもらうと。はい。これはね、全然ブルーベリーじゃないですよ。チーズケーキでもないですね。うん、飲み終わりました。全部飲んだんですけど、うん、あとね、申し訳ないです。僕は有名筋トレ系 YouTuber の皆さんのように、ね、案件とかではない、ね、底辺 YouTuber なんでガチレビューさせてもらいますけど、全然ブルーベリーチーズケーキじゃないし、ほんと申し訳ないんですけど、個人的な意見ですよ。個人的な意見ですけど、あんまり美味しくないですね。うん。しかもイチゴっぽい味ですね。ね、マルコ。どうもある。ということで、マイプロテインブルーベリーチーズケーキ味の、ね、感想、飲んだ感想なんですけど、ちょっとね、これ残り、ちょっとね、飲むの辛いな。なので、ジムの誰かにあげようと思います。ちょっと僕には合わなかったですね。うん、あと、これ、ね、ブルーベリーチーズケーキっていうのを期待してる人に、お伝えすると全然ブルーベリーチーズケーキではないです。僕もね、このブルーベリーチーズケーキっていう名前に惹かれてもちろん、買ったんですけど、ちょっときついですね。はい。ということで、まだいっぱいね、開封してないのあるんで、またレビューさせてもらいたいと思います。ほい。はい、まる。バイバーイって。はい、まる。はい、お手。お手。まるお手。まるこお手。はい、はい。はい、お手じゃないぞ。はい。